インフルエンザウイルスの感染経路は主に飛沫感染ですが、接触感染の経路があることを忘れてはいけません。咳やくしゃみで飛んだしぶきにインフルエンザウイルスが含まれていて、それが顔や物についたとき、手などを介して鼻や口の粘膜につき、上気道粘膜の上皮細胞に侵入するルートと、 目の結膜に入り込んだウイルスが類線を通って鼻に入り、上皮細胞に到達するルートがあります。これらを接触感染と言います。人は自分の手は綺麗だと思い込んでいるので、トイレに行き、釣り革を触った手で飴を食べても平気ですが、もし手が箸だったらどうでしょう ものすごく不快になりますよね。目や鼻、口の粘膜にウイルスを運ぶ運び屋は、ほとんどの場合自分の手です。オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学の研究によると、人は1時間のうち平均23回ほど手で顔を触るそうです。そのうちの44%が目の結膜や 鼻や口の粘膜に触れているという結果でした。だから手洗いが大切だということがうなずけます。正しい手の洗い方については別の動画で解説しています。しっかり学んで手からの感染を防ぎましょう。